みんなの間に知恵を広めるバーチャル YouTuber の相田千尋です。今日は24年組の台頭というタイトルでお話ししていきたいと思います。教科書をお持ちの方は上巻の22ページから23ページをご覧ください。今回のトピックは1970年代にヒットした少女漫画は、そして少女漫画における24年組とはという話をしていきます。今回はですね、その1970年代にヒットした少女漫画の話をしていくんですけれども、この1970年代というのはまさにですね、この少女漫画の、黄金時代と言っても過言ではない、それだけ現代にも語り継がれる少女漫画がたくさん出てきた時期でもありました。そういうわけで、この時期のですね、代表作っていうのを今回は紹介していきたいと思います。で、この時期の特徴として女性漫画家が描いた作品が台頭してきた。つまり以前の授業でやりましたけれども、こう当初の少女漫画っていうのは結構男性漫画家が描いた作品が多かったんですよ。で、それが1960年代頃から女性漫画家がどんどん出てきて、そして1970年代にはですね、こう少女漫画って言えばこう女性漫画家がどんどん活躍する。男性漫画家もいなかったことはないですけれども、こう少女漫画を描くのは女性が中心になっていく、そういう時代に入ったわけです。そうした女性漫画家が描いた作品にはどのようなものがあったのか。まずベルサイユのバラ、池田理代子が描いた漫画作品です。18世紀フランス、フランス革命を描いた歴史ロマンで、宝塚歌劇団による舞台化もなされました。大変に有名な作品ですね。また王家の紋章、細川千恵子&風味、これは細川千恵子さんとその妹さんである風味さんの脱作ということです。こちらも歴史ロマンで、古代エジプト王朝が舞台になっています。あるいはアラベスク、山岸涼子が書いています。こちらはバレエ、球技じゃない方、踊る方、バレエがテーマの作品です。他にもいろいろあります。エースを狙え、山本澄香が書いた漫画です。こちらはテニスがテーマの作品ですね。お蝶夫人が出てくるあれです。ガラスの仮面、三内鈴江、これは演劇がテーマの作品です。これはもうすごい長く連載が続いていることでも知られてますね。鶴姫ジャー、土田よしこの漫画で、これは少女漫画でありながらこう下ネタ満載のドタバタギャグを書いている、そういう作品でした。そしてスケバンデカ、これはですね、和田真嗣という漫画家が書いてるんですけど、この和田真嗣は男性漫画家なんですが、この時期にヒットした少女漫画ってことでピックアップしました。で、スケバンデカでですね、スケバンってもしかすると今の人たち死後なんじゃないかってちょっと不安なんですけれども、スケバンっていうのは要するに女性の不良のことです。男性の不良のことをヤンキーって言ってますけども、女性の不良のことをスケバン、そう呼んできた時代がありました。で、このスケバンデカっていうのはそういう不良の女性、不良の女子高生なんですけども、その女子高生がこうヨーヨーで戦う、そういう話なんですね。アクション漫画なわけです。こうした漫画っていうのが、この1970年代にヒットしました。さて、少女漫画における24年組とは、今回のタイトルにも出てくる24年組の話をしていきたいと思います。この24年組っていうのがまさにこの1970年代を代表する、少女漫画の一つの流れだったわけですけれども、この24年組または花の24年組とも呼ばれますが、これは1949年、昭和24年前後に生まれた女性漫画家グループのことを言います。なんで昭和24年、1949年、戦後直後ですね、に生まれて、1970年代、ちょうど20歳20代前後ぐらいになってこう活躍した、そういう女性漫画家グループのことをこの24年組っていうふうに呼んでいます。で、この24年組は何をしたのか。少女漫画に革新的な作風をもたらしました。具体的には SF だとか少年愛といったものです。これらは当時の少女漫画においてほとんど書かれていなかったテーマですから、当時これらが少女漫画で連載されたということに対してこう世間は大変な驚きを持って受け止めたわけです。SF っていうのは現代でもたくさんあるから分かりますけど、少年愛って何でしょうか。これは文字の通り少年同士の恋愛のことです。つまり男の子と男の子の恋愛のことです。要するにですね、現代でいうのボーイズラブなんですよね。で、この
当時はこの少年愛漫画っていう風に言ってたんですけれども、まあ、これが後にこの現代でいうとこのボーイズラブ BL っていうものに発展していくわけですね。でこの24年組と呼ばれるカテゴライズされる女性漫画家っていうのはまあ結構な数いるんですけれども、その中で特に有名な人、押さえておきたい人が2人います。1人は萩尾元です。萩尾元はポーの一族や11人いるといった漫画を描いていますね。もう一人は竹宮恵子。彼女は風と木の歌やテラエといった作品が有名です。でこの風と木の歌ってのはですね、こう少年愛を描いた漫画として、まあ、すごく有名で、当時はですね、いかに少女漫画って言ってもこう明けっ広げにこう性を描くっていうことがそもそもできなかったんですよ。当時この風と木の歌ってのはまさにこう少年愛、男の子同士の恋愛を描いた作品なんだけれども、それがですねこう実際に雑誌に載るまで結構揉めたというのは、なかなか編集長がこの竹宮さんが書いた風と木の歌を載せてくれないんですけれども、こう竹宮恵子はこの風と木の歌を載せるためにですね、こうまず他の作品を書いてこう人気を得て、そして編集者を納得させて、この少年愛というまあ問題作、瀬戸内で言えばを連載したと。でもう当時この、まあ、性を書く、セックスを書くっていうのはタブーな時代でしたから、もうましてや男女のそういうシーンを漫画に登場させた中で警察が飛んでくる、そういう時代だったんですよ。だけれども少年愛、男の子同士の恋愛を書いたらば、実は意外とそういうものは起きなかった。あれ、男女のそういうシーンだったら問題になるのに男の子同士だったらあんま問題になんないって、確かに驚きを持って受け止められたんだけども、こうなんか警察で摘発されるとかそういうことは当時はあんまりなかった。そういうわけで男の子同士のも書いちゃおうってことで、まあボーイズラブっていうのはこの後発展していくことになるんですね。まあこういう話はちょっとまた後の章でまた出てきますけれども、まあその時にまたしたいと思います。では今回のまとめです。1970年代にヒットした少女漫画はベルサイユのバラをはじめ、女性漫画家が描いた作品が台頭しました。また少女漫画における24年組とは、1949年昭和24年前後生まれの女性漫画家グループで、彼女らは SF や少年愛など革新的な作風をもたらしました。今回の授業はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。